はい、皆さんこんにちは、かんつぶきチャンネルです。さあ今日も寝ちゃいましたので、はい、皆さんこんにちは、かんつぶきチャンネルです。さあ恒例の折り紙タイムでございます。今日は今夏ですので、はい、スイカを折っていこうと思います。ちょっと画面通すとなんか緑色に見えてるんですけど、まあ、赤と緑でやっていきますんで、うん、はい、じゃあ作っていきます。青に見えるでしょ。青に見える。あれ、なんて言ったらいいの。はい、緑色に見える。赤に見えるわ。赤は、うん、じゃあその通りでやっていきます。はい、はい、さあ作っていきましょう。はい、まずは、はい、適当でいいですね。ちゃんとくっつくようにしてくれれば OK ですね。両面折り紙もあるから。ああそうだね、うん、両面折り紙あれも何、あ、そっか。だけどただ色がね、うん、赤と緑かって話だったよ ね、 ね。まあ別に折り紙あるところで暇つぶして作ってください、うん、これちなみになんだ、色変えればメロンもできますから。あ、メロン、うん、表にしておりますね、はい、これ間違ったら反対になる。そうです、逆になっちゃいます、ね、上を赤でやります。こう、そうですね、結構これアバウトでいいです。なんとなく端を合わせてくれれば調整を聞きますので。なんか鼻詰まってるよ。鼻詰まってますね。だって突っ伏してるわ、うん、花粉症アレルギーか。そうだね、もう見た目とは裏腹に結構デリケートですからね。なんてことでしょう。ママは丈夫です。そう、パパは体が弱いんですよ。よく母親にあなたは体が弱いのねとかって言われてたからね。はい、この絵。はい、あ、こんな感じで。かわいい。で、ここを。ほい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 、スイカっぽくない？なんか一個ママスイカみたいな。いやね、これね、ちょっと色つけるのかな。ちょっと見づらいな。角をね、うん、折るだけ。角は中に折り込むのね。それはなんか気にするところはある？うん、なんか特にあんまりないかな。そうですか。じゃあもうとりあえず、まああんまり折りすぎない程度に角作ればいいって感じかな。うん、そう、スイカ丸いから。うん。はいはいはい。こんな感じ。はい。ね、うん。だからもう先が見えてきた感じだね。はい。ここちょこっと、もうちょこっと折ろうかな。はい。はい、それで、あ、おいしそうじゃない。はい、さあまだ完成じゃないよ、まだ完成じゃないよ。これに種をかきます。種はランダムでいいよね。なんていうの、揃ってたらおかしいよね。ちょっと、はい、
感じ？いいんじゃないでしょうか。はい、ちょっと逆にして。種多すぎたね。種多すぎだね、うん、はい、うん、はい、こんな感じでスイカの出来上がりでございます。ちなみにじゃあ次メロンバージョンいきましょうか。自由研究とかにどうぞ。はい、はい、メロンバージョンです。メロンはですね、まあ、ちょっと薄い緑と外をオレンジ色にして、夕張メロンになるかなちょっとパパが作ってたのをやってるんでちょっと汚いですけど、うん、オレンジ色、オレンジ色上ですね。実が上になります。パパの折り目が折りやすい。はい、なんか早くなってきた。ここあれだ、深い方がいいんだね。深い方がいい、うん、はい、そうだそうです、そうだそうです、うん、はいはい、深い方がいいと思う。いいね、これだったらやっぱりね、うちはなんか本当に凝ったのよりこんな簡単なのでいいね、やっぱりね、うん、風鈴俺作れないもん、あれこれなら作れるからね。これなら、あの椿がもうちょっとしたら多分作れるな。メロン、あ、メロン美味しそうだよ。メロンはどうやってどうしたらいい？何の模様入れる？え、白？白？うん、白とある？あるね。じゃあちょっと描いたら皆さんに見せます。はい、じゃあまずメロンの出来上がりです。じゃあ次は成功です。成功のやつをいきます。はい、出来上がりです。さあメロンはですね、ちょっとあの何て言うんだろう、白く描いただけで種描くよりこっちの方が見栄えいいかなと思って、まあ、作り方一緒なんですけど色変えてみれば、まあ、スイカとメロンになるんではないかと思って作ってみましたが、なりましたね。なりましたね。なりましたね。はい、じゃあもしよければ作ってみてください。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はいはい、最近やっぱりハマってるんで折り紙、まあ、次リボンあたりあげようかなとか思ってるんですけど、はい、この間のあれですね、ソフトクリーム、うん、ここをなんかちょっと貼ってあげるといい感じになるんですよね。はい、これこれこの間のピカチュウですね、うん、我が息子の感じで、まあこうピカチュウもこうやって貼ってあげてるんですけど、でさっき作ったこれもリボンそろそろいきますけど、はい、スイカとメロン、こんな感じですね。結構できるんじゃないでしょうか。これも何、これこのままにするの？うん、はいはい、いいですね。はい、もう息子ちゃんは寝ちゃいましたけど、ちっちゃい頃見せなくていい。可愛いから。